どうも皆さんこんにちは、イサクトです。よし、続きやっていきましょう。ダングレストという森に向かうとこからですね。よし、じゃあね、ある程度まあ、ちょっとフィールド歩いてみたんだけど、おそらくここがそのダングレストという町で、奥に見えるのがその森なのかな、またちょっと違うのかな。ちょっとこれ終わったら後であのうずうずちょっと行ってみようかなと思います。じゃあ行けよう。はい、ストーリーがやっぱ進みましたね。ここがダングレストであってそうですね。ここがダングレスト、僕のふるさとだよ。あ、カロルのふるさとなんだね。ギルドの巣窟ダングレスト。あー、なんかちょっと古城があった、なんかね、古い感じだね。そりゃデートに次ぐ第二の都市でギルドが統治する町だからね。ああ、そうなんだ。第二の都市なんだね。もっとジメジメした悪党の巣窟だと思ってたよ。あ、なんかイメージは確かにそんな感じだね。ギルドに対する偏見だよね。あんまりいいイメージないからね。ブラッドアライアンスの印象が悪いせいですよ、きっと。あ、それだわ。僕まで悪党なのかと思ったよ。あんたが悪党ならこいつはどうなんのよ。大悪党だね。そうだ。さて、マルボスのことはどっから手つけようか。ユニオンに顔を出すのが早くて確実だと思うよ。ユニオン、新しい単語だ。ギルドを束ねる集合組織で、五大ギルドによって運営されているですよね。はあ、なるほどね、うん、それとこの町の自治もユニオンが取り仕切ってるんだ。でもいいわけ、バルボスのブラッドアライアンスって五大ギルドの一つでしょ。もうそうね、バルボスに手出したらユニオンも敵に回るな。それはドンに聞いてみないと。なんとも。そのドンってのがユニオンの親玉なんだな。うん、五大ギルドの元首アルトスクを束ねるドン・ホワイトホースだよ。ドン・ホワイトホース、白い馬。じゃあそのドンに会うか。カロル、案内頼む。ちょっとそんなに簡単に会うって、僕はあんまり使えないな。カロル、リータがなんか考えてる。町の北側にあるよ。え、何、勝手に行けって。おいおい、そんなひどいこと言うなよ。じゃあ一旦行く。この辺は多分まあまあまあいいよな。北側か。北側ってどっち。お、進んだわ。あんた何してんの。え、何って。別に。ああ、そこにいるのはカロルじゃねえか。お、ということは元仲間か。に戻ってきてんだ。なんだよいきなり。おや、何の姿が見えないな。ついに見放されちゃったか。ああ、なるほどね。違う、いつもしつこいから僕があいつから逃げてるの。すげえ嘘つくじゃん。これがあるからダングレスト行きを最初嫌がったんだな。はあ、あんたらがこいつ拾った新しいギルドの人、相手は選んだ方がいいぜ。なんかね、カロルちょっと嫌だよね。所属したギルドの数だけだし。あ、それ自慢にならねえか。カロルの友達か。相手は選んだ方がいいぜ。なんだと。あなた方の品位を疑います。ふざけやがって。みんなカロルに対して、ね、ま、でも同感。言わせておけば。そんなカロルいいやつかな。何の音。俺もあのチンピラと同じ意見なんだけどな。なんかモンスターの襲来かな。継承、魔物が来たんだ。何の魔物。まさかこの振動、その魔物の足音だとすると、こりゃ大群だな。まあでも心配いらないよ。最近やけに多いけど、ここの結界は丈夫で破られたこともないしね。フラグ立てんなよ。外の魔物だってギルドが撃退。ああ、結界が、結界が消えた。一体どうなってんの。魔物は来てるのに。これは誰かが消したな。行く場所行く場所、厄介ごと起こりやがって。なんかついてんのよあんた。かもな。ユーリ、魔物を止めに行きましょう。うわー、誰だろうね、これも結界解いたの。どっち行ったらいいんだろう。とりあえずなんか右行ってみる。まあフィールドに出れそうだよね、どっかしらかね。
全然違った全然違ったわ。じゃあ一旦ちょっと外に出ます。すげえ街中に普通にいんな。すげえな、こんだけの魔物どっから湧いてくんだ。ちょっと異常だよ、魔物の様子も普段と違いませんか。来るよ。わあ、なんかやってんだな魔物に。苦戦しないでしょ。すぐ次の来るぞ。オッケー。たくさんの魔物どうして。もう本当だね、どうしてだろうね。同じ魔物ばっかだね。あ、連戦なんだ。へえ。このままじゃ切りないよ。はい、終わり。なんだろうな、この山ない魔物は。ありがとうございます。礼はいい。走れ。このさ、カブトムシ初めて戦ったんだよね今。さあクソ野郎ども、いくらでも来い。この老いぼれが胸を貸してやる。老いぼれすぐ死んじゃいそうじゃない、大丈夫。とんでもねえジジイだな。何者だ。あ、めちゃくちゃ強えんだあのジジイ。あれがドン。ドンホワイトホースだよ。あれがドンか。あのジジイがね。ドンだ、ドンが来たぞ。一気に消し合わせ、俺たちの町を守るんだ。我らオーラウビルの力を見せろ。オーラウビル、あ、今騎士、あ、フレインいた今。そうだよね、魔物の討伐に協力させていただく。火の坊主はそこで止まり。騎士に助けられたとあっては俺らのメンツが立たねえんだ。ああ、なるほどね。それどころではどいつもこいつもてめえの意志で帝国抜け出してギルドやってんだ、うん、今さらやべえからって帝国の力借りようなんて恥知らず、この町にはいやしねえよ。はあ、なるほどね。しかしこいつがてめえで決めたルールだ。てめえで守らねえで誰が守る。何があっても筋は曲げねえってか。頑固じじいだなドン。こいつが本物のギルドか。ちょっとそこの案内しなさい。ところで僕、どこへ。シルトブラスティアを直しに行くんです。このままでは魔物の群れに飲み込まれます。なるほどね。ちょっとあんたもそれしかなさそうだな。 あ、そっち最優先か。まあそうだよね。お、これっぽいぞ。来た来た来た。遅れです。なんてひどい。ちょっとどいて。あの光ってたのがこれか。これがシルトブラスティアの装置か。これならなんとかなるかも。ビター危ない、後ろ。え、結界は直させんぞ。なんで。ったく、次から次に、もう。なんでよそんな。襲わせて何になんの。はい、終わり。治ったアリタ。シルトブラスティアの不調はこいつらの仕業か。こいつらはさ、町を襲わせて何の得があるんだろうね。どうして。そうそうそう。こっちも大変な騒ぎだね。なんだ。ドンの説得はもう諦めたのか。今はやれることをやるだけだ。それでシルトブラスティアの修復は。天才魔導士様次第ってやつだ。コアは残ってる。術式いじって止めただけね。これ増幅器。お、あれじゃん、前の町で会ったやつだ。この術式エフミドの丘のと同じ。魔物の襲撃と結界の消失同時だったのはただの偶然じゃないよな。まあそりゃそうだろうね。おそらくは。お前が来たってことはこれも帝国のゴタゴタと関連ありってわけか。わからない、だから確かめに来た。はーい、誰黒幕マジで。お、結界が戻った。さすがリタ。よし、外の魔物を一掃する。外ならギルドも文句を言うまい。魔物の方はフレンに任せて、俺らはユニオンにバルボスの話を聞きに行くぞ。あ、もう一回ギルドはあそこ行くのか。フレンのこと信頼してるんですね、やっぱり。ユーリはね。信頼できないだけの話だろう。
比較の問題ってやつだな。時々ユーリの言うことは難しいです。じゃあもう一回ギルドのとこ戻ろうか。よし、じゃあギルドの本部戻ってきたんで、もう一回中入っていきたいと思います。あ、なんだお前たち。おお、さっきイベントなかったのに急に発生したわ。話したいことがあるんだ、取り継いでくれ。五大ギルドに関係があることなんだ。見ない顔だな。どこのギルドだ。入ってないね。どこってどこでもないけど。あいにくドンは魔物の群れを追って町を出てったぞ。あ、町出てったんだ。魔物の群れを。ああ、魔物の巣を一網打尽にするんだと。なるほど、教えてくれてサンキューな。ああ、でそいつを追うのか。ドンの手伝いをしたらドンに認めてもらえて。しょうがねえな、町で情報を探るか。まあどこに行ったかだね。ドンの手伝いに行かないの。魔物の巣の場所知ってるのか。あ、そっか、手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。そんな勝手に。ああ、さっきの大森林だね。もう一個行こうって言ってたやつだもんね。さっさと終わらせたいのけど、それならエステルも一緒ってこと。え、別行動とかあんのこれ。そうですね、アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ、二人でもちゃんとやれます。そうもいかねえだろう、怪我でもされたら俺がフレンに殺される。何この遠巻きの視点、誰か見てるってことかな。いいのユーリ。あ、有力な手がかりもねえしな。なら決まりですね、ケーブモック大森林に行きましょう。あー、やっぱりなんかあるね。誰、お、おじさんじゃん、レイブンさんじゃん。ケーブモック大森林とは偶然ってあるもんだね。こいつは最終的に味方なのか敵なのかよくわかんないけど、じゃあ一旦、まあ、ここまでに物語はしようと思うんで、なんか竜巻あったじゃないですか、あれをちょっとね確認しに行こうかなと思います。はい、じゃあね、竜巻のふもとにやってきました。これ入れんのかな、ちょっとやってみたいんだ。あ、入れないわ、なんか入るっていう丸ボタンとかがないわ。あー、なんだ残念。じゃあ一旦今日はここまでにしようか。じゃあ次回ケーブモックっていう大森林に行くところからやっていきたいと思います。それではさよなら。